したっぽい。入った。こんにちは。よし。聞いてください。僕が知ってた会があって、たくさんの人が視聴してますよ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。江添さん、今画面はどんな感じですか？画面ですか？画面が今、はい、切り替わりました。ちょうど。FB の方でですね。FB の方っていうか、こっちの Zoom の方はどうですか？あ、そっちは今、あれですよ。二人の男が覗き込んでる。もういいよ、もういいよ。いいよ、そんな覗き込んで。こっちは若手のフレッシュな、ね、爽やか男女がいますからね、こっちの番組。フレッシュ。フレッシュでしょ。アンダーサーティーの2人組なんで。そうなんですね。じゃあ、皆さん、こんばんは。まずですね、ちょっと Facebook の方で聞こえてるかどうか、いいねとか、超いいねとか押してください。まあ今日、今もう画面映ってますけど、24歳の新入社員がおりますんで。年齢推しですね。あまり言い過ぎても年齢で選んだんじゃないか疑惑でますよ。おー、なるほど。うん、まあそれは来ましたね。それはない。それはないです。ないです。まあっていうのが、皆さん知ってると思うんですけど、うちの会社ってむちゃくちゃ若いんですよ、そもそも。ローカルの従業員って、ほんと、20歳、21ぐらいからいるんで、この前ね、人事と確認したら、男女比率が、現場の職人除いたら 70% 女性なんです。うちの会社。素晴らしいですね。平均年齢はですね、なんと、20代です。うちの会社。なんで、まあ、新入社員の大山さんもですね、ローカルと比較すると全然若くないです。うん。はい。だから、さっさと稼いでください。はい。はい。じゃあ、いいねとかもちょっと入りましたよね。はい。じゃあ、これから始めていくんですけど、まあ、今日4人、参加してます。まあ、5月のアップデートをみんなでやった方がいいので、5月の告知なんですけど、まあ、一人ずつ、大山さん後で自己紹介ありますけどね。今日最近ホットな話題をちょっとみんなに出してくれたら、まあ、僕はもうこれですよ。肩こり防止。それ何ですか？これを、いつだろう、先週届いたんですよね。Facebook ショッピングで。これで、今回セブ、2日前に入ったんですけど、クラークから初めてね、フライトして。ああ、クラーク。Facebook 見た人もいるかもしれないですけど、地震の影響ですごい崩れちゃってたのを修繕やってましたね。うん。うん、国際線の空港が今すごい拡張してるんで、あそこ。国内線がね、もう少し盛り上がってくるといいと思います。なるほど。ちなみに、フライトオンタイムでした。クラークからセブンまで。何パシフィック利用したんですか？何パシフィック何パシフィック?1個しかない。フィリピン航空。違いましたよ。フィリピン航空です。ああ、なんだ、フラグシップの方ですね。そうですね。はい、まあ、そんな感じです。じゃあ次、江添さん。僕ですか？僕は、来週から日本に行きます。日本がですね、3ヶ月ぶりぐらいで暖かくなってきているっていう噂なんで、ちょっとそれを味わいに行くんですけど。
なんとですね、1週間の滞在で全部の枠がもう埋まってしまいました。今年の1月から顔出しを続けてきた結果、やっぱり人気がうなぎ登りなんじゃないかなって思ってます。噛みましたね、今ね、はい、これ人気性なんですよ、この日本人のスタッフ。いや、本当に本当に、和田さん、なかなか日本に来てもね、お客さん会ってくれないから。なるほど、はい、もうね、三好見た方がいいですなんで、ちょっと5月は満杯なんで、実は6月の頭にもですね、日本に行かなければいけない、のっぴきならない理由があるんで、います。で、6月の頭、予定が合う方は、ちょっと、事前に連絡いただけたら、調整するんで、一緒に会いましょう。うん。はい。ありがとうございます。以上。アップデート。アップデート以上です。はい、あれ、何ですか、そのパラシュートみたいなの。なんか使えるんですか？これ、なんと、姿勢を矯正する。僕も欲しい欲しいって言ってたんですよ、たまたま。なんか丸振りしたのとちょっとかぶっちゃいましたけど。ちょっと画面を見てて、お二人の身長差とか気になるんですけど、それは遠近法か何かなんですか？そうですね、30センチ僕が後ろに下がって。ちょっと、江戸さん、声張ってもらっていいですか？30センチ僕が後ろ下がってます。まだやっぱ江戸さんの方がちょっと大きいですね。僕やっぱ大きいんじゃないですか。写真とか見て思うんですけど、気持ち悪いですよね、なんかでかさが。一人だけいつも頭抜けてて、頭切れてたりするんです。わかります。やっぱりちょっとテクノロジーを使って是正したいの、遠近法とかね。はい。なるほど。結構バランスいいでしょ、これ。割といいです。はい。実際それ、はい、横に来るとどんぐらい違うんですか？横に来ると、はい。僕は分かってちょっと見づらいですね。すみません。失礼しました。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。顔隠したらモデル体験結構有名なんで、そこのところよろしくお願いします。はい。かしこまりました。じゃあ、増田。はい。僕はですね、今、江添さんがいて、日本に帰るっていうトピックで言うと、僕、先々週、2、3週間前ですね、ちょっとお休みもらって日本に帰らせてもらいまして、それ僕は、8ヶ月ぶりぐらいだったんですけど、でも本当になんですか、やっぱ日本にいることの、その、なんだろうな、贅沢というか、便利なことというか、やっぱフィリピンにいると、日本に居続けるとわからないことが、やっぱしばらくフィリピンにいるとすごくその良さをいろいろ感じるとか、コンビニで何でも手に入っちゃうとか、まあそういう本当に、やっぱ改めて日本の良さをこう肌で感じれた期間、でしたね。またフィリピンに戻って自分でいろいろフィリピンの中でこう生活すると、またそのなんだろうな、日本のいいとこがすごく見えて、まあ、非常に良かった期間で時間をもらったなと思ってますので、はい、また自分がリフレッシュしてまた取れるときに、まあ、日本にまた帰りたいなと思っております。真面目です、はい、まあ基本根は真面目なので、やはりなんか飛び道具とかないですか？今日は今日はちょっとね、あんまないんですよね。あんまりこう用意がなくて、今回は。まあ、今回は僕じゃなくて、次にやっぱ小山さんがいらっしゃるというので、特にこう、持ってこずに。はい。なるほどね。はい。せっかくやっぱりいらっしゃるんで。わかりました。じゃあ、皆さん、始めます。共有を開始しますので、共有が切り替わったら教えてください。はい、大丈夫です。はい。それでは、本日はですね、Facebook ライブですけれども、5月の告知。で、オーナーズクラブ、これ Facebook で見られてる方はオーナーさん以外いないんですよね。Facebook の限定グループです。で、1月から毎月、月初に告知をやって、まあ、セミナーなりツアーの案内をやってるという、Facebook ライブになります。
で、今日は、事前に Facebook とか LINE にも流しましたけれども、重大な発表がございます。なんと。これがこちらです。ドン。新入社員。ありがとうございます。マジか、そんなの人がいるんですか？そんな人がいるんですよね。大山環奈さん。24歳。岡山県出身。はい。では、自己紹介お願いします。はい、前出ていいですか？前出ていいですか？ちょっと。いや、僕はフェードアウト。いや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 、いや、言ってください。はい、2ヶ月前までは、大阪の方で、車の販売と買い取りをしてた、大山環奈っていう名前です。年が今年で25歳。今はまだ24歳なんですけど、もともと岡山の茨っていうところを出身でして、中学、高校通って、大学は大分の方に行ってました。で、その時に、結構海外のことだったりですとか、英語とかを勉強する機会があったんですけど、そこの時、大学の時に、将来は起業したいなっていうのがあったので、そのためにも、一回海外の方に出て勉強していきたいなと思ったので、前の仕事を辞めて、先月、こちらの方に来させてもらって、今は江添さんのもとで、ちょっと勉強させてもらってるっていうような状況です。趣味の欄が書かれてないので趣味はっていうと、車に乗ることとカメラを、持ってたので写真を撮ることだったんですけど、こっちに来てなかなか車を乗る機会っていうのが今のところはちょっとないので、新しい趣味を開拓していこうかなというふうに思ってます。この仕事を通して皆さんに笑顔を届けられるような人になりたいなっていうふうに思ってるので、一生懸命頑張ります。ちょっと真面目になったんですけど、よろしくお願いします。さっきから自分の方も笑っとってな。ありがとうございます。はーい。戻りました。小山さん。はい、はい、はい。ちょっと僕、質問、まあ、見てる方もいらっしゃると思う質問したいんですけど、はい。ちなみに車とかご自身で持ってたんですか？あ、持ってました。はい。どんな車を持ってたんですか？今はやっぱり K が主流かなっていうので、2、3。あ、じゃあ、あんま面白くなさそうなんで、もういいです。はい。じゃあ、次ですと。それどうしたの？売ったの？お父さんにありました。売ってないんだ。お金持ってるの？まあでも、フィリピンに来た新しい趣味っていうと、何やろうと思ってますか？いや、ちょっと教えてほしいんですけど、増田さん何かいいのありますか？まあ、やっぱマニアとセブだと結構違う。セブだと結構ダイビングとかマリンスポーツやられてる方結構いらっしゃるので、はい、まあそういうのもいいかなと思いますけどね。うん、結構じゃあやっぱり暑いんで海とかこうそういう感じのものがいいんですかね。まあでもさっき写真って言ってたんですけど、結構マリナも結構回るとこいっぱいあると思うんで、ぜひ写真ね、なんかこう広げて、逆にそういうのをこうオーナーさんとかにいいとことかアピールしていくっていうのも一つの、いいんじゃないですか？はい。これやろう。まさかこれやりましょう。大山環奈の今日の一枚。あ、いいっすね。毎日一枚オーナーズクラブにあげる。なんかすごくもう、あげる。アイドルかタレントのインスタみたいな感じになりますね。うん、いいんですよ、それ。ちょっと三日坊主にならないように頑張りますね。坊主は来なくて。ぜひやってください。で、まあ僕が懸念してるのはやっぱ今江添さんの下にいるっていうところで、はい、まあ多分成功しねえだろうな。ちょっと僕もあれなんですよ、その、はい、次行きましょう。うん、まあでもこの場を借りて言うと、うちの会社の中ではまあ江添さんが一番常識人なんです。うん、あ、はい、僕もそう思ってます。
なので、今ちょっと江添さんの方でお願いしてる感じですね。大丈夫ですか、大山さん、江添さんは。はい、すごい、いろいろと毎日勉強させてもらってます。変なハラスメントとかないですか？あら、はい、パワハラ、モラハラ、セクハラ、大丈夫ですか？いやそんなことはなく、はい、聞いたい方ですね。すいません。まあ、それでは次に行きます。で、今後、ここにもありますけど、まあ、ビジネスデベロップメントという会社の経営企画のところで採用して、まあ、今は研修中ですけれども、若いので、まあ、これから、こういう Facebook ライブなんかを通して、お客様、オーナー様と、まあ、コミュニケーションを取りながら、お客様に、いいサービスを提供するっていうことを、会社の企画室の中でやっていきたいなっていうところがあります。なので皆さんぜひ大山の方をよろしくお願いいたしますということになります。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、本題である告知に入りましょう。こちら、セミナーなどでもお伝えしてますが、管理担当の変更案内を、させてください。で、こちら、主にはですね、まあ、ここにいる僕と増田ですね、の2名になります。まあ、江添江川といううちの管理担当者は、各自100件、150件、200件とかって管理物件持ってるんで、新たに5月から、まあ、セミナーなどでもお伝えします、していましたが、まあ、僕の方で、3名様のオーナー様を募集していて、まあ、お申し込みいただいたりとか、推奨していただいた方がいて、3名様のオーナー様は僕の直接担当になります。で、何年ぶりだろう？ 2 年ぶりぐらいかね。管理担当、現場戻るのも。まあ、大口のオーナー様の、担当者からの相談っていうのは、まあ、常日頃からやってるんですが、まあ、それを私の方でやります。で、これ個別案内いたしますんで、メールをお持ちくださいという形になります。で、増田。まあ、セブで、サービスオペレーションというですね、サブリースでお預かりしている物件の運営を担当しておりますけれども、まあ、セブには別荘管理というですね、管理手法をやらせていただいているユニットが10件程度あります。でこちらのユニットは、まあ、現場にいる増田が一番適しているので、今月より、5月より、別荘管理のオーナー様は、増田の方で対応させていただくという形になります。はい、こちらも、まあ、来週ですね、個別に案内をしていくという形になります。はい。はい。あと、管理担当変更は特にございません。続きまして、ウェブセミナーの案内ですね。こちら、それでは江添さんお願いします。はい。ですね、5月23日木曜日、こちら日本時間の夜8時になります。投資計算セミナーの実践編ということで、今までですね、3月、4月と、不動産収益の計算の仕方、どういう科目があるのかといったところをですね、見ながら、資本改善と、それに伴うですね、収益率の改善。そういったところを、セミナーしていたんですけども、やっぱりですね、実際に考える機会が欲しいなと。で、どういう時がいいのかなって思うと、まあ、僕たちは僕たちで実際に物件の売買情報を出してるんですけど、その物件が買いなのか買いじゃないのかとか、まあ、そういうところを見ながら、もう一回ですね、基礎から考え直したいなというふうに思いました。で、なんと、ここでしか出せないような物件情報も出していきたいなと思いますので、これからですね、追加投資をしていくにあたっても、まあ、ここの不動産っていうのをですね、実際購入も検討していただいていいのかなと思って、実際に出していく方がいきたいなと思っています。でもこのステップを踏んだ上で、またさらなる応用編の学習の方にセミナーの流れとしてはですね、今後進めていく予定ですので、まあ今までと違って、実際に自分が買うんだ、
投資するんだっていう思いをですね、持って参加いただけると面白いかなと思います。また売るときの参考にもなると思うので、まあ、そういう内容でですね、40分から1時間のセミナー内容と、あと座談ですね、を進めていきたいなと思っております。また改めて告知流しますんで、その際にですね、あのウェビナーのお申し込みいただければと思います。はい、どうぞ。最近でも、売り物件結構ありますよね。出てますよね。そうですね。やっぱりその中で、今度、いつも売り主のですね、目線から、こう出口戦略っていうのを考えてたんですけど、じゃあ今度自分が買ってもいいわけ。その買う時のタイミングの価格と、あとは、インカムの見方っていうのをですね、これまでのセミナーに基づいて計算していきたいなと思います。なるほどね。はい、ありがとうございます。まあ多分、前回、前々回が不調だったんで、あのです。なかったと思います。ちょっと、お口が過ぎます。はい。意外と人気はうなぎ登りですかね。うなぎ登りですね。はい。それで僕の方は、まあ、不動産経営と管理っていうシリーズもんでやってて、次も4回目ですかね。で、まあ、僕の方でやっているセミナーですけど、前回、ファシリティマネージ、FM ってファシリティマネージメントです。メンテナンスのセミナーやったんですけど、メンテナンスものすごい深いんですよ。だから、2回目をやります。28日、火曜日。午後8時、はい。平日。平日です。で、まあ、社内の人はね、分かってると思うんですけど、今、僕、ファシリティマネージメント統括兼、建築会社も経営やってるんで、僕の元にはいろんなメンテナンス情報が集まってるんですよね。なるほど。で今回もセブに来て、まあ、オーナーさんからお預かりしてる物件の、から、下層階に水漏れが発生していて、下層階から、まあ、損害賠償請求までは来てないんですけれども、水漏れを修繕してくれっていう依頼が来てます。うん、昨日の夜9時ぐらいにオーナーさんと直接電話をして、火災保険を適用しても、面積事項に当てはまるんで、まあ、ちょっと実行難しいとか、ただ通報はやんなきゃいけないね。で、そもそもデベロッパーの問題、デベロッパーの建築の問題があるんじゃないかとか。ただ、デベロッパー管理組合、デベロッパーではなくて管理組合は、ビルディングの管理組合は、ヒドゥンデフェクティブ。要は隠れた瑕疵についてもアクセプトしたことに見なすというアクセプタンスレシートを、まあもう5年、4年ぐらい前のものを出してるわけですよね。で、そういう中で、じゃあ、オーナーさんの物件をどうやって、守っていくのかっていうところで、もちろん金額的な問題もあるんだけれども、全体見ていかなきゃいけないっていうことなので、次回はですね、かなり事例を出そうと思ってます。で、もう30件とか出そうかなって。なんで、事例を見ていただいて、この時どういう対応をやったっていう、実務のパートを、経営側からの目線と管理の目線、それから、コスト的にどれぐらいかかってくるのかっていうところも、やっていきたいなというふうに思っております。なるほど。はい、深いですね、かなり。かなりね、やっぱ僕も今、管理会社のメンテナンス部門と建築の部門両方見てるんで、で、これもう社内の皆さんは知ってると思いますけど、すべての見積もりですよ。1日に20件、30件上がってきますけど、すべての見積もりを、目を通してます、僕は。うん、で、これは日本電産の長森式経営の一つを真似てるわけですけれども、お金にまつわることはすべて、経営者が見なさいということなんで、まあ、今見てますので、まあ、そんなことも踏まえてね、オーナーさん側の目線も説明していきたいなと思っております。うん、面積事故あるからな。僕の家もこの間洪水になったんですよ、室内が。はい。もう突然ですよ。夜12時ぐらい帰ってきたら、水、部屋、室内びしゃびしゃなんですよ。ただ掃除する。ただ掃除するですよね、やっぱり。
え？日頃の行い。日頃の行いは本当に僕やっぱり真面目なんでいいんですよ、本当に。いいのにやっぱりそれでも太刀打ちできなかったコンドミニアム。そこ今僕の管理してるので本当にちょっと原因究明と対応中ですね。火災保険も含めて乞うご期待ください。そうですね。まあ日頃の行いを落とさないためにも警察署のベンチで寝るとかそういうことはもうやめてください。はい、それはちょっと、はい、はい、続きましてセブツアーの告知ですね。伝説の第1回セブツアー、はい、もう伝説になりましたか。あれも伝説になりましたよ。今までのツアー開催の中で、はい、あんなに満足度が高かったツアーなかったんじゃないか。素晴らしい。うん、まあ今そちらの人はそちらで映ってるマニラチームは参加してないですね。参加してないとかそういう言い方はないです。参加したかった。そうなんですね。まあ前回は管理担当である江川、まあ、今日ちょっと欠席ですけども、江川と増田さん、江川さんと増田さんと、まあ僕が途中入って、何名でしたかね。合計でうちも入れてら6名か、うん。うちも入れたら9名いましたよね、全員。でまあ8ニュータウン徹底攻略。完全攻略でしたね。完全攻略。まあ、それを、サブタイトルにしてやったわけですけれども、もう、エイトニュータウンの全てを知ってもらいましょうってことで、うちがやっている管理手法とか従業員とかにも全部会ってもらって、かつ、もう食事も全部、マクタン島ですね。で、マクタン島のマクタンビーチから、船を着岸させて、アイランドホッピング。それすごいですね。それすごいんですよ。で今日実はですね、午後2時から、まあそのボートのオーナーである、ダイビングショップのオーナーさんと打ち合わせをしていて、まあ次回も心よくですね、提供していただけるということを今日取り付けてまいりました。ありがとうございます。はい。伝説のダイバーですね。伝説のダイバーですね。まあそこだけはですね、やっぱ僕が動かないとなかなか動けないので、まあ用意しました。で、今回ですよ。今から発表するんですけど、やることはですね、もう全く一緒です。はい。ただ、僕らも2回目とかになってきたので、よりよく、ツアーをこうスムーズに進めることができるだろうと。はい。まあいうふうに思ってます。で、今回のメインは、やっぱり、セブ在住の増田さん。僕が。はい。で、日付はこちら。はい。7月の海の日を絡めた連休ですね。はい。で、メインは、13、14、15です。3日間ですね。はい。はい、で、12日、16日がやっぱフライトの関係で参り、あとでっていうのは結構前回もあったので、そうでしたね。ここはもう甘んじて予備日に入れましょうという形です。前回も1日前に入られたとか、1日前に帰りたいとか、まあ、ちょっとそういうご要望もあったので、まあ、なるべくこう、もうちょっと柔軟に対応できるような形で、今回このスケジュールを。はい。で、なんとね、前回、マニラからはちょっとやめてくださいって言ったんですけど、結果、2名様ぐらいはマニラ経由で来てましたね。はい、で意外と、大丈夫だったんで、うん、今回まあその辺もオープンでいいかなと。うんうん、はい。で、江副さん、来たいんですか？はい、僕、オプショナルツアー用意します、ね。この中で。いや、結構予定カツカツですよ。いや、僕のオプショナルは、朝ですから。朝大事なの、エゾエと朝散歩っていうやつをやりますので。ああ何弾いてるんですか？いや、ちょっとゆっくり寝たいな。
いやいやいや、もうそういう夜型の人だけで、あの自由参加、なんとフリーなんてオプショナルで。ああ、なるほどね。なんだったら僕があのスターバックス一杯おごっちゃいますんで。おー、自由参加なんですか。はい、朝7時にスターバックスの前に集合して、で、それと朝の風を感じるっていう企画です。あ、そうなんですか。これは僕の出張のルーティーンなんで、しょうがないんですよ。専務出張は。これがなければ始まらないんです。まあ、だから、それにも参加したいっていう、すげえマニアックなお客さんもいるかもしれないですね。いや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 、何言ってんすか、もう。いや、でもやっぱセブンの朝気持ちいいですよね。絶対に。はい、参加者一人目。え？参加者一人目。いや、僕はあの、江添さんの邪魔をするような、なんかそういうことはできないんですけど。大丈夫、大丈夫、大丈夫。カメラ持ちとかさせてあげますから。ちい散歩みたいになりますね。あ、江添さん、これどうですか。はい、今回セブンに来て、エイトニュータウンでマウンテンバイク買うんですよ。貸し出し。そうですね、レンタサイクルプランを作りたいなと。で、僕はもう承認したんで買うんで、スターバックスでコーヒー買ってビーチまでチャリンコで走っていったらどうですか。いいですね。で、ビーチでやっぱり、コーヒーとサンドイッチでも食べながら。そうですね。うん、それが、江添と朝散歩。ちなみに、レンタルサイクル、1台1000ペソなんで、それも払ってください。そこがなんと従業員割引とか適用ございません。けどはい、じゃあ、参加費はですね、1万ペソです。これ税込みです。ただ、まあ2万円なんで、ちょっと高いんじゃないのかなって思うかもしれませんが、前回同様ですね、到着から、空港のピックアップから、すべて専用カーで動きます。で、まあ、基本的にはフルカバーですね。そうですね。もう全部アテンドします。はい。でも、両替から、買い物から、お土産買うのもすべて、パッケージでやらせていただきます。なので、非常に価値のあるものにはなると。はい。うん。そうですね。で、今回、要は、オーナー様と、まあ、奥様とかね、家族の方は何名かいらっしゃったんですけど、お友達とかはちょっと参加できないっていうの前のあったんですよ。そうでしたね。でもそれはちょっと取っ払います。オーナー様の、友達とかもありです。うん、はい。で、お誘い合わせが OK です。ただ、1名だけにしてください。3名ちょっとオーナー様じゃない人いると困っちゃうんで。で、あとですね、もう一つ、ウェブセミナーとかでも結構要望あったんですよ。先月も。これ、この決まった日程じゃないとできないのっていう話になって、はい、これ、実は、できるんですよ。はい。増田さんが何とかすれば。なるほど。はい。ということで、例えば、この日程では来れないんだけど、セブのツアー受けに参加したいっていう方は、別途ご連絡ください。基本的には同じ参加費の中で、ただ移動がですね、専用車のハイエースからタクシーに変わっちゃったりとかするかもしれませんが、基本的には2泊3日の日程で同じことができます。はい、ただアイランドホッピングとかはね、船チャーターしてるんでやっぱちょっと難しいですけど、うん、基本的にはこのマクタンニュータウンの攻略ツアーっていうことができますんで、まあ、個別この Facebook でもいいし、管理担当でもいいんでご連絡いただければ、よろしいかなと思います。そうですね。はい。問題なく。で、一番下にあります、本日申し込み開始でございます。Facebook には出ましたか？いや、まだ。あ。まあ、明日一斉メール流しますけど、Facebook からも、まずは参加表明していただいて、チケット探していただくのがいいかなと思います。そうですね。今回、一回探してみたら、逆に16日帰国する方が安かったりとかですね。
あの結構あの以前の3月 の, あのピークの時よりも探しやすいかなと今回は、ね、はい思います。あとね、このセブツアーなんですけど、セブンの物件を保有してないオーナーさんも参加できますね。バニラのオーナーさんの方が多いんですよ。はい。でこれ、この後出しますけれども、今、ホームが江添の方から出ましたんで、ご興味ある方は早めに、まずは、参加表明をお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。続きまして、お、まだある。どーん。あれだ。バニラツアーもやっちゃおうじゃないかと。おー。実は今日、これ発表する予定なかったんですけど、はい、やっぱマニラのお客様も多いので、やりましょうということで、こちら江添さんの方から案内お願いできますか？明日申し込み開始。はい。明日流します。いや、具体的にどういうことが。ああ、そういうことね。はい。すみません。ですね、マニラツアー、マニラツアーはですね、基本的には、今までも何度かやってます。去年もですね、来ていただいて大好評でした。カメラがいなくなってました。でですね、何をやるか。基本的には、まず我々の管理している物件のツアーから、弊社のオフィスのですね、運営をどのように行っているか。まあ今私たちも、オフィスにいますけども、そこのですね、皆様の物件がいかに収益を生み出しているかっていう現場を見ていただくのが一番いいのかなと。で、それとですね、あの我々とのやりとりを比べると、あの時こういうこと言ってたんだとか、なんか何言ってんだろうなっていうのがしっくりくると思います。その上で、まあ、フィリピンの文化とか食とかを感じながら、かつ、開発を感じてもらいます。開発ですね。その開発っていうのはもちろんデベロップメントであったりとか、あるいは、インフラの開発。そういったですね、今結構 DA から引っ張ってきて、今年から着工している工事が何個も何個もあるので、その辺もですね、見ていただきたいと。で、最後にですね、まあ、カジノを回ったりですね、夜一緒に皆さんとお食事して、お酒を交わしたりしてですね、密な情報交換ができるというスペシャルツアーとなります。もちろんセミナーもします。で、基本的にですね、我々のツアーっていうのは、ピックアップから送迎、最後の、お見送りまでですね、一律込み込みでやってますんで、特にマニラの場合はですね、人手も多いです。なので、そうですね、ご友人などもご誘って、ご誘いいただいてですね、参加いただくこともできますので、はい。で、日程がこちら。これがですね、山の日ってできたんですか？僕、山の日ができた頃にはもう日本にいなかったんですけど、山の日とその振り替え休日を合わせたお盆の周辺ですね。こちらで組んでいきます。で、移動の予備日等も作ってますんで、この辺に合わせて送迎も出します。なのでですね、割とまだ時間もありますんで、皆様、お勤めの方もですね、自営の方もちょっと予定を空けてですね、ぜひご参加いただきたいと。10名ぐらいですか、上限は。そうですね。あ、でもマニラは本拠地なんで、もうちょっと行きます。なんとでもなります。はい。で、はい、去年来ていただいた方々も、また今年すでにもうブラッシュアップしてて、BGC のエリアの開拓とかも僕ら始めてますんで、また新たな一面を見せていた、お見せできると思います。なので、初めての方のリピーターの方も、セブの方もですね、もちろん。あるいは、どこだろう。まあ、どこでも、うちのオーナーであれば皆様ご参加いただけるように準備してまいりますので。はい。はい。じゃあ、明日、申し込みフォームの方を流してください。はい。はい。はい、じゃあ、続きまして、これ最後ですね。オーナーズクラブ。まあ、2019年は参加型のオーナーズクラブにしていきましょうってことで、これご視聴いただいているのオーナーズクラブジャパンなんです。で、今、ローカルのとか外国人のオーナーさん向けに、同じ Facebook で英語バージョンあるんです。はい、これローカルのスタッフが担当してて、多分ね、視聴してますよ、今日も。もうウォッチング今出てますね、うちのローカルの管理担当者が。
で、このオーナーズクラブの輪はですね、どんどん広がっていきます。で、まあ、セブでツアーやりますよね。で、マニラでもツアーやるじゃないですか。で、セブのオーナーさんもいるし、マニラのオーナーさんもいるというところで、新たに、互い体っていうのがちょっと加わりました。うん、これ、互い体は、マニラの、南に100キロぐらい行ったところにある高原地帯ですね。カルデラ湖がある。まあ結構有名です。避暑地です。で、マニラから気温が5度ぐらい低いんですよね。快適です。すごい快適な場所に、江添さんこの前連れてったんですよ。うん。はい。まあただ酒飲んで帰りましたけど。江添さん。僕も朝の5時に起きて次の日のね、ツアーに備えたわけじゃないですか。本当にもう。で、この、互い体をですね、これから、まあ、これエクスクルーシブなエリアで、非常に、いいエリアなんですよ。で、涼しいし、まあ、ゴルフ場もあるし、中は完全に、こう、エクスクルーシブ、会員制のリゾート地なんですね。でここになんとオーナーズクラブの方は入れるようになります。これはうちの会社のですね、会員シップ、オーナーシップを、皆さん使っていただけるようにしようかなって今考えてます。オーナー特典。で、そうすると、マニラに来て、避暑地の互い体に行けると。で、セブンに来たら、このエイトニュータウン周辺で、帰りマニラに寄っていただいてもいいし、ということで、オーナーさんの動きが広がるわけですよ。で、このオーナーズクラブっていうもの自体が、弊社が物件を管理させていただいているオーナーさんだけの限定の会社です。ここにちょっといろんな幅を持たせていこうと、うん。で、まあ、今年実現できたらいいなっていうのが、こう、マニラのオーナーさんもセブで、特典宿泊できたりとか、セブのオーナーさんもマニラで特典宿泊できたりとか、まあ、マニラとセブの両方のオーナーさんが、まあ、互い体のそのリゾート地を、まあ、優待で泊まれるとかね。うん。まあ、そういうことを考えてます。はい。互い体。100キロぐらい、どのぐらい ?1 時間ちょっとですか2時間。1時間で着きますね。1時間。うん。専用の道路を通れるんで、エクスクルーシブの道路を通れるんで、渋滞しないんですよ。それはいいですね。なので、まあ、マニラの方は今反応薄いですよね、だいぶ。と、はい。小山さん、高い台行きたいですか？高い台行きたいです。じゃあ行きましょう。はい、ありがとうございます。江添さん行きたいですか？僕は、はい、マニラで待機して皆様をお伺いしたいと思います。待機係で。あ、じゃあ、高い台行かないですか？高い台は、はい。ちょっとやっぱり、でも、皆さんに誘われたら行っちゃうかな。行きましょう。マジで。まあ、そんな感じで、オーナーさんへの特典なんかもどんどん達していこうかな、というふうに考えてます。はい、はい。それでは、共有切ります。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも、お疲れ様です。皆さん、わかります？僕の姿勢が悪くなってるの。悪くなってる？結構きつくないですか？これ、つけ続けるの。え、締めすぎなんじゃないですか？ああ、そういうこと？でもやっぱ最初は結構窮屈なものですよね、そういうものって。やっぱ脇の下結構えぐられてきてです。ちょっと、思わず、違うこと考えました。緩めようと。はい。じゃあ、その他告知って何かありますか？告知その他？アップデートとか。アップデートですか？来週社員旅行です。あ、そうですね。あと、はい、皆さんにご案内しなきゃいけないのが、来週の月曜日、フィリピン統一地方選挙で、休みになります。休みです。
で、おそらく今日メールが流れてなかったらすいません。うっかり忘れました。っていうことになります。13日月曜日休みになります、フィリピンは。はい、で、社員旅行はいつですか？社員旅行はいつだっけ？ 19、20 です。19、20です。何曜日ですか？あれですね、日月ですかね。マニラですね、はい。じゃあ月曜日が再度休みになると。そうですね。うん、セブは 31? 3と1日でした。金、土。金、土。はい、じゃあ金曜日が休みになる。そうですね。はい、次の週どうですね、そしたら。そうですね。次の次の週ですね。はい。はい。まあ、その辺もちょっと漏らさず案内できるように、みんな脇を締めていきましょう。詰めてみたんですね。今ね、ギュッと締まりましたよ。増田さんの方なんかあります？そうですね、その今はとって、まあ、でも、近畿のそのセブツアーですね、以外に、まあ、一回、他のオーナー様から、違う日程で、とか、ご連絡受けたので、私、こっちおりますので、なんかちょっとでもこっちに来る機会があるとかあれば、ぜひ、直接でも構いませんので、ご連絡いただければ。オーナーズクラブの方から多分僕の個人の Facebook のアカウントにメッセージもらえれば、すぐ返信いたしますので。はい。ちなみに、あれ、大山さんはもうオーナーのメールっていうのを受信してるんですか？いや、まだ。してるよ。え？あれごめんなさい。嘘つきました。してるみたいです。はい。江添さん、できてますか？できてます。はい。まあ、皆さんとのやり取りを、まあ、全社的に共有するってことで、日本人のスタッフは基本的には全部拾っていくっていう形になりますので、で、増田さんも管理担当で入りますんで、これから拾うようにしてください。なので、オーナーアットマークというのに、アットマークというメールがありますんで、グループメールが。そこに送っていただけると、その対応もさせていただこうという形になります。はい。はい。そのところでしょうか。はい。はい。じゃあ、皆さん、新人の大山の方も、これからの成長を見守ってあげてください。はい。最後に、じゃあ、大山さんから一言で、今日は終わりにしましょう。次の一言。はい。いろいろと、弊社の方でも、プランっていうものを用意しているので、ぜひ、興味のある方々、参加してください。よろしくお願いします。大山環奈の今日の一枚も。今日の一枚も投稿したいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。お疲れ様です。